東京 FM ジャパネックレディオパワードバイ EMTG ミュージックをお聞きの皆さん、こんにちは。ハロースリープウォーカーズの俊太郎となるみです。よろしくお願いします。お願いします。我々ハロースリープウォーカーズはですね、2月15日に、ニューミニアルバム新世界をリリースいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。約1年ぶりのアルバムということで、はい、どうですか。いや、かっこいいアルバムができたなと思ってますよ。めちゃくちゃかっこいい。タイトル新世界にもある通り、うん、全7曲だけども、うん、どこを撮っても、ハロースリープウォーカーズらしさというか、うん、今まで以上なアグレッシブさと過剰さとツインボーカル感と全部詰め込んできましたので、皆さんぜひ聴いてほしいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、はい、このミニアルバムを引っ提げ、はい、5月から全国ツアーを行うことが決定しております。ありがとうございます。初日は5月27日土曜日、広島バックビートにて、それからトン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 と回りまして、はい、ファイナルは7月13日の木曜日、恵比寿リキッドルームでございます。皆さんお待ちしております。お待ちしております。いや、アルバムと同じくツアーのタイトルも新世界となっておりますの で、 そうですね、また新しい世界が見えるような、なんか面白いことやろうかな、まだ決めてないけどまたみんなと楽しい時間を共有できるような、うん、どの場所も楽しくしようと思ってますので、よかったら遊びに来てください。待ってます。その他のライブやイベントの詳細などはオフィシャルのホームページでチェックして、またツイッターとかも更新すると思うのでチェックして遊びに来てください。お願いします。はい、そしてですね、はい、僕らの、うん、今気になっているネクストなもの、ネクストなものなんかありますか。私はね、すごい個人的だけど、はい、最近アクセサリー作るのにハマってて、アクセサリーね、そう、レジンとかプラ板とか、なんかめっちゃ機材揃えてやってたよね。そう、紙袋パンパンになるまでね、いろいろパーツとか買っちゃった。それでそれはどうするの、作って。とりあえず一回ね、今作って、うん、その沖縄の友達たちに郵送で送ったんだけどまだ多分みんなで集まれてないから。なるほどね、見れてないはず。売りさばく系じゃないのね、別に。わかんないわかんないそこまでクオリティが上げられたら なんかね、そういうのも楽しそうだけど。いいじゃないですか僕はですね、最近腹筋ローラーにハマってまして、うん、そう、あのゴロゴロってやるやつ、こういうやつ。そう、今さらあのバンドマンって体力必要なんだなと思って遅くない、はい、ちょっとあの体力、まあ、筋力が体力に直結するか分かんないけども、うん、まあ、筋力あった方がいいでしょ、多分。そうだね。だから それで、あの、腹筋ローラーずっとこう、一人で部屋でこう、ゴロ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 ってやってる。めっちゃ聞こえるよね、あれやってる時。リビングに聞こえるんだ。そうそう。めっちゃ聞こえる。ゴロゴロ、ゴロゴロって、なんだろうって。めっちゃ恥ずかしい。まあ、そんな感じで、はい、はい、以上、僕らの気になっているネクストなものでした。以上、ハロースリープウォーカーズでした。また会いましょう。バイバイ。バイバイ。